I like to see the people happy face, you know, that's almost an important thing, you know.My name is Hiroyuki Terada. I'm from Kochi, Japan. I came into the United States in 1991, and since then I was working at a restaurant for the last 30 years. And I'm from Miami. It's my hometown right now. And since 2011, I started YouTube. I know Taro actually since more than 30 years, because we are same culinary school graduated. And I know he's living in Toronto.But we didn't have any conversation before then. So then after I started YouTube, so he contacted me one day. He called me actually, and sent me the DM on the Instagram. And then, oh, this is Taro from Toronto. Then I said, oh, Taro-san. Yeah, I know you. So that's the conversation started. And then one day he visited the Miami. Then we hung out. So since then, almost like last 4 years, we are friends. Taro's Fish の Taro です。オーナーシェフをやっております。何年やってるんですか？26年か7年かちょっと家内に聞いてくださいヒロさんを知ったのはYouTube を見てるときにコーチをバックにした食べ物の美味しいの食べてるなっていうのを見てですごいそれで興味を持ってそしたらまあ調理師学校の先生に聞いてみたら、たまたま聞いてみたんですけど、その時に同じ調理師学校の卒業生だって聞いて、もうこれはなんかビビビって感じて、もうすぐ電話しました。これタイのさばき方でした。太郎さんはですね、すごくね、優しい人なんですよ。だからね、職場でもね、すごく従業員の方は働きやすくなります。だけど仕事にはすごく厳しい方だと思います。はい。And then, やっぱり彼の仕事を今日もまあちょっと見せていただいたんですけど、やっぱすごく丁寧ですよね。やっぱプロフェッショナルなところがすごく感じますね。やっぱり彼も長くこの仕事されてるんで、やっぱりその辺では僕でもやっぱりなかなかそういうのは勝てないとこですね。年も一緒ぐらいで、同じくやっぱり高知から高知の田舎からねやってきたっていう同志を感じるし、そしてこっちのアメリカ、まあ僕はカナダですけど、海外でこうやっぱり心を大きく夢を持ってやろうとしてるところにやっぱり同じような気持ちにさせてもらえて、やっぱりまあ気が合いますね。
Yes, this is how we do it. こだわりというか、まあ、これだけはやっぱりやっていきたいというのは、やっぱり丁寧な仕事、まあ、職場の中でスピードもやっぱり求められますけども、まあ、ただスピードを速くするだけじゃなくて、やっぱり丁寧な仕事、そして、まあまあ、私寿司でねカウンターに立つこともあったんですけども、やっぱりお客さんにやっぱり喜んでもらえる、ありがとう、美味しかったって言われるような仕事をやっていきたい。これだけはやっぱり今でも YouTube をしてますけども、まあ、お客さんとすぐ目の前にいるわけないですけども、今はまあそれがオーディエンスという形でね、でやっぱりその面白かったよ、ビデオ見て面白かったよって、そういう声をかけていただくことがやっぱり一番嬉しいですよね、はい、仕事はねやっぱり同じやるなら気持ちよくやろうという精神で、このくらいでいいやというような仕事はしたくないなというのをやっぱり肝に銘じてるというか、結局ほらやってる中で自分の感覚は完璧で終わらないし、まだまだだっていうことはいろんな場面で出会うことはありますけど、でもその中でやっぱり今日は今日の一番を探して毎日生きていけれたらいいなっていう感じで、まあちょっと思って生きてますね、はい、男前私もやっぱりこういう、まあ私現在マイアミに住んでるんですけども、こういう形のお魚屋さんっていうのはないんですよ。でやっぱりねこういうお店をですね、マイアミの方でも運営していけたらいいかなと思いまして、まあ、そちらの方で太郎さんと一緒にね頑張っていくかもしれませんし、またそして私のその YouTube の方で太郎さんと一緒にですね、いろんなそのコラボレーションですね、はい、でそれでまた海外に行くこともあると思いますし、でまた日本行く時もあると思いますし、そういうのはツアーというかカリナリツアーみたいな形でやっていければ楽しいと思いますね。スライス、プリーズ、やりますね。Many more contents coming in the future, okay? So you stay tuned. Good afternoon. 男前。タラーン。This is how we do.